ここに、あ、俺がヘブロック倒したやつだいぶ取りづらいだろ。これ痛いですね、これいい方法はこれデスボックスの上に乗れば。なるほど、ね、ちょっとやってみてくださいよ。あっ、あ、見てください、これセンチネルありましたよ。あ、マジでよこせ、どけ。なんてことするんですか。あっち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 。はいどうも、お疲れ様です。ティーアイルでございます。だいぶ生態を回復したけど、まだね、あの完治はしてないんでね、まあ来週ぐらいに元の子に戻ればいいかなと思ってますが、今回はセンチネルの、当て方ということで、当て方のコツをね、教えていこうかなと思うんですが、まあそんな強武器でもないんでね、センチネル。別に持たなくても優勝できるけどね、まあせっかくね、あの新武器やし、バッテリーでチャージしたらね、確実にアーマー壊せるから、鬱陶しいじゃないですか。まあせっかく持つんやったらね、鬱陶しいスナイパーでありたいかなということで、まあコツを教えしようかなと思うんですが、その前にまずウィングマンあるじゃないですか。ウィングマン皆さんどういう風にエイムします？上手い人はね、ウィングマン結構フリックショットで撃つんですよ。こんな感じでわざとエイムをずらして小刻みにスッ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 ってエイムするんですよね。これなんでやるかっていうと、相手のレレレ打ちに対する追いエイムを拒否できるんですよ。結構ね、レレレ打ちに対して追いエイムするってすごい難しいじゃないですか。右にもエイムしなきゃ、左にもエイムしなきゃし、相手のレレレ打ちのスピードにも合わせなきゃしってことで、追いエイムはすごい難しいと。一方でフリックは、例えば俺の場合、右から左にやるんだけど、左方向へのエイムだけ済むでしょ。だから簡単なんですよね。で、センチネルでも結構同じようなことが言えて、センチネルでランダム動く敵に対してこうやって OEM したり、偏差を計算したりってすごいめんどくさいし、意外とね、じっくり狙う方が当たんないんですよ、こういう武器って。そこでウィングマンのフリックショットと同じ要領で、覗いてずれた部分に対して速攻でフリックで打ってあげた方が結構当たります。もう偏差も考えないし、相手の OEM も拒否できるから意外と当たるんですよ、こっちの方が。もちろん遠距離の敵をヘッドショットしたいっていう場合はじっくりね、ハードスコープで、ね、じっくり狙ってあげたらいいと思うんですけど、基本的にバッテリーチャージして胴体に当てさえすればいい状態だと、もうね、覗いた分修正して速攻フリックで当てる、こっちの方がね、動いてる敵に対して当てやすいんですよ、めちゃくちゃ。まあ、止まってる時はゆっくりね、こう狙ってあげたいと思うんだけど、動いてたり戦ってたり走ってる敵に対しては、センチネルはドラッグショットでスッスッスッってね、エイムした方がすごく当てやすいです。まあシーズン4でずっとセンチネル使ってきたけど、まあこっちのが絶対命中率が高いかなと個人的には思ってます。というわけで、センチネルあんまり当たらないって方はね、ウィングマンのフリックショットと同じ要領でセンチネルも覗いたとこからずれた分をフリックでスッスッって、この辺覗いたら左へ、これ乗れたら右上スッスッってエイムしてあげた方が、当てやすいかなと思います。まあ止まってる時にはね、ゆっくり乗っていいと思うけどね。ただしね、同じボルトアクションでもクレーバーのフリックはあんまりおすすめしないかな。あまりにも弾速が遅いし弾落ちがひどいから、フリックで打って弾が届く頃にはもう敵いないんですよね。びっくりしますよ、この弾速の遅さ。はい、センチネルはこの速さです。この弾速があるからできることなんで、クレーバーはもう横偏差縦偏差しっかり考えて確実に当たる状況を打った方がまあ当たるかなと思います。弾数も少ないしね。はい、じゃあ本編どうぞ。まあ結構ドラッグショットの良さは出てるシーンが多いかなと思いますね。ドラッグじゃなかったら射線切れてたよね、ドラッグして良かったよねっていうシーンが多いかなと思います。じゃあ本編どうぞ。今回のチャンピオンです。あーこれだからスキルマッチは。地獄、あと一撃、うれぇ、しゃ、これ逃げなやばいな。マンジここ、ワンやり、ロケでカット、はいはい、ちょっと待ってな、今行く今行く、ノック、ナイス、ピッチャーかけてこいつが金シールドだった。はいよ、喜べ、金バレルや、やったセレクトファイヤー、素晴らしい、私のものが触れ、センツネル、おわい、これ怖これ怖、あ、金城なんでこれ勝負するの、どここれ、屋根上か、バンガー回り、エイサー回り、バンガー残り35、全員もうかけてるな、
あのドームがなくなればお前は終わる。新しいキルリーダーには気をつけて。これめっちゃ来てないこれ。ベース68。フレーム2人以上いるからね、タコ。アーマー割り番が68。ワンやり。やったやった。バッテリー対詰めるか。バッテリーないの？バッテリーあります。オッケー。いや、バンが早い。バンが早いな。めっちゃが人気だと。了解。やばい。バンノック。やって終わり。ナイス。怖かった。怖いな。お、何？上？あ、そっか。チャージした。紫。了解。よ、一発入ってる。ジブは回り。さっさと頼むぞ。あ、くそ、パスアウトした。マジか。あらかずちょっと奪ったんや。あ、前の。ジブは回ってるよ、フレーム。行きます。俺きつい。あー、パス詰めてきた。ナイスナイスナイス。ちょっと待って、使わせてどっかで。待って、見てます。ベースパワー、これぽい。パス来てるんだったらやばいね。これパ、ジャイアン上に来たよ。ナイスナイスナイス。素晴らしい。よっしゃ、チャージするわ。来いよ。かかってこいよ。ここは超有利ポジだぜ。いった、インキャポジの方。インキャと？あれか。あっち行けかと。あれはテーマちょっとむずいな。あ、やった、必勝。ナイス。ノックやで、まだ。蘇生されるかもしれない。はーい。もしかして。持ってたな。ジムは回り。ここやれる？レイスガチカチシン。ガチシン。レイスガチシン。青。ちょ、フレーム、あ、ジャイアン行ってあげたよ、こっち。オッケーっす。あれ、金ノックかな、さっきやったやつ。違うか。見ますね。うん。3人いる。3人。3人。起こしてる。なんか真下おるんだけど、真下。マジか。ベストアップ。あ、コース行った周り。下行きましたね。下行ったな。くそ。ちょっと戻ろうか。やべえ、バッテリー使い切ったか俺。あ、まだあるわ。1個ある。まあチャージしすぎたんだけどね、ただ単に。チャージしすぎてバッテリーがない。その代わり割りまくったで。その代わりと言っちゃうけど。ちょっと俺行ってくる、ウルトで。はーい。ジブにヘッシュ入ってる。え、おらんねんけど、下、フォースティック。あれ？あれ、なんで？武器拾わせてもらおう。え？ P20。なんだ今の。やばい。デスプロテクション消える。あ、消えるのか、これ。そっか。バッテリー余ってないかな、どっか。消えちゃったわ、デスプロテクション。やべ、いました。上か、上。もう死ぬ死ぬ。ダメか。コースティック右。やべ、それ戻ってこれるんですか。
危ないかも。ここな、取られたら困るからな。ジム燃やしてる。あ、ジムだ、コースティック。ごめん、じゃあもう一回じ、たける。あー、もう耐えちゃったんですよ。耐えちゃった。オッケー、了解。やべ、戻れるかな。プロテクションないからな。ポータル作りますか。いや、これで上登れると思うが。敵この辺先の。了解。うん、登ってくれ。俺俺俺俺俺俺。あ、違うか。バッテリーもっと欲しいな。敵発見。もうまいんだよな。うん、オークスター中。やばいやばい、刺され刺され刺され。やば。あれか。ここいるな、がっつり。蘇生ビーコンあたりやるかな。ジム65、ジム65、多分ガンシード壊しただけか、あれ。と、セル17個あるよ俺。セル10個、まあなくなった。また補充しに行けばいい。まあ、おー、補充見るか。55、倒せる。はい、終わった。ナイス、ワンパワリ。あれちょっと、物資無理か。キープは溜まってますよ。あれ、金シールドでしたよ。金シールドか。ちょっと保険で行くわ、俺。ジム、これかな。やっぱりな。ありがてえ。あ、こいつバッテリー持ってないし、マジか。バッテリー今4つありますよ。マジで、ちょっとチャージ用に欲しい。チャージ用に、チャージ用に、チャージ用に。ありがとう。ここに残ってるのが1人。 OK、 2人。はい、79か、先行してる方。じゃあチャージします。うわ、マジか、なんでどうしたか今。パス85。ナイスポータル来たんちゃう。なるほど、した、ごめん、強かった、メッキに来ました。はい、レース、ここ了解。1人空いてきた。あ、ウルト、おー、いい動きするな、あれ。パス。ジブ55、ジブ雨割り。ジブ割り、ジブやり、ジブやり、ジブやった。うわ、クレーバー、めっちゃ長い、こいつ。やったやったやった。ナイスナイスナイス。あった、パスあった。終わった。パスやった。終わった。OK。ナイスー。ナイスー。うん、フリックショットの方が当てやすいけどな、やっぱ。